エイダと会ったその年、功労は古代の遺跡を発見した。エイダは自ら満堂封印所と名付けた。今までとは異なる異色の龍脈の発見、我々は期待の新人として注目をされ始めた。名が売れるという感覚を味わったのはこれが初めてだった。同年、我々は満堂封印所発見者として登録された。エイダの夢も叶い、功労は龍脈協会の一員として登記された。さらに数ヶ月後、小惑星帯で移民団の救出に成功。栄誉探査者としての表彰を受けることになった。銀河歴8535年、功労は正式に龍脈協会のクルート名簿に名を連ねた。当時我々の名声は銀河の遠くまで届いていたように思う。不思議だな。まるで昨日のことのように過去の記憶が浮かび上がる。カイト、私は当主になったぞ。一度歌声を聞きたいものだ。これらすべて、もし君がいなかったら、何の意味も持たないことだった。
また起きてきたのか。眠れないんです。また夢で、あの声が。リキは負傷不滅の存在。宇宙を徘徊し、異なる時空に異なる形で存在する。夢の中でそれを捉えるのは、巫女の素質があるという証拠。怖がることはない。はい。夢の中の声、人の歌声みたい。わかったわかった。もう眠りなさい。この声に歌で答えたいのに、いつも歌おうとすると、6つの光が私を見つめるの。そして声が出なくなる。でも向こうの歌声は止まらない。私を呼んでる声。エイド、ごめん。でもそろそろ起きないと。また寝ちゃってた。たくさん資料を読んでいるから仕方がないことさ。高連軍部から青来山軌道付近の流脈探査要請が来てるけど。パス。これ教会を通さないで、軍が直接巫女に業務委託したいみたい。返信お願い。捜索番号04423、クズハクレナイ。情報がいただけない限り返信はないものと考えたし。じゃあ無視しておくよ。巫女妖精に使われるのが見えてる。万道食流商会からも妖精来てる。この前やったばかりじゃない。龍脈協会は再度拒否したら今後の斡旋はしないって。何それ、脅し？そりゃ10個も案件を断ればね。怒るのも無理はない。むしろ感謝されたりないくらいだってまた電池切れ？うん、多分最近歌いすぎかな。少し休んだ方がいい。じゃあもう龍脈は見つけられなくなるけど。何見てるのよ。いや、何でも。はあ？ここ数年の功績はエイダがいるからこそ。実際この2年で数多くの流脈を発見してきた。英会に戻って売れば大型の居住型停留所にも変えられる。それは言い過ぎ。君はお師匠探しに集中しなよ。そしたら喉も温存できるし。そうね、また夢で見たわ。また同じ夢？うん、同じ、同じ歌声の。我々英会は流脈を中心として経済を発展させてきた。ほとんどの人が半生を流脈探査と流命の収集に費やす。そして
誰もが唯一無二の自分だけの龍脈を探し出すことを夢見てる。エイダが夢の中で聞いたその歌声、きっと龍脈のお導きだ。私、英会人じゃないし。僕が言いたかったのは、その歌声は君にとって重要なものなんじゃないかってこと。僕だって3階に来たのは偶然なんかじゃない。3階の歌声だけが耳に残った。はいはい、それで？だから君に出会えた。あのさ、一族の人と連絡取ってる？取ってない。昨日もそれ聞いたよね。十分な数の龍脈を探し終えたら故郷に戻るでしょ。心配しないで、全然連絡取ってないからさ。エイダのお師匠さんが見つかるまでご一緒します。いてほしいなんて言ってない。え？なんでもない。自分で何言ってるかわからないの。ん？船内通信？はい、次。教会より、コーレンは近頃大規模な龍脈探査活動を始めている模様。コーレン空域に入る場合は注意し、認可場所でのみ探査を行うこと。もう全部あげちゃえばいいのに。私たち民間探査者はどこに行けばいいのよ。はい、次。緊急通知フロムラッセル。親愛なる功労船隊へ黒竜に関する情報を入手した。落ち着け、私落ち着け。見間違いじゃない。黒竜って書いてある。26回も龍脈探査してついに分かった。7回目の龍脈探査、爆破済みの排気龍脈未上陸。8回目マフィアの基地だった未上陸。9回目高連所有龍脈で逮捕寸前だった。14回目龍脈共振器の誤判断。もういいもういい。どうせ私はポンコツ巫女、龍脈を探すなんてそもそも。またお姉さま、まだ3階に来て1年経っただけよ。もう1年経ったのよ。龍脈協会は加入させてくれないし、高連は死んだように音沙汰がないし、やっぱりお師匠を探すのは無理。お姉さま、機械に頼らないと声も出せない私の気持ちなんてわからないよね。何してるの？ふん、龍脈共振器起動。ちょっと、増幅器起動。やめなさい。普通の人が使ったら神経の負担に耐えられないから。神経系システム接続。手を離して。何がしたいの？わかんないよ、私に何ができるのか。歌いたくないなら私が代わりに歌うしかないじゃん。バカね、これはあなたの問題じゃないでしょ。絶対に見つかるもん。龍脈協会にだって入れる。功労もアップグレードできる。これの行動感性も解かれる。黒竜の情報だって手に入る。もうやめて。そしてお師匠と一緒に帰る。出発前に言ったよね、どんなことが起こっても私なら。分かったから、私歌うから。私たちならで
何泣いてるのよ。泣いてないし。3年長かった。コーロー、お姉様への回線を開いて。チャンネル002、エーダに接続。お姉様、聞こえる？大ニュースよ。あれ、いない？またリバクのところか。コーロー、リバクの通信記録を開示。権限がありません。じゃあ全通信履歴を確認。船員、リバクは個人設備を使用しているためアクセス不可能です。やっぱね、パケット分析するっきゃないか。コーロー、最近のネットワーク通信のデータを見せて。ロード中。うえっく、何この数。一つ一つ見てたらキリないじゃん。もしリバクの使ってる装置の認証番号が分かれば記録も抜ける。あ、そういえば前に一通来てた。これで解析できるね。コーロー、リバクから来た一番新しいメールをチェックして。このメール見るだけでイラつく。いやいや、そこじゃなくて、私が見るべきなのは、確かあれ系の装置の認証キーは前列4セットが0000の後ろの文字8セット。探してみるか。あ、ミスった。確か装置の認証キーは前列4セットが0000の後ろの文字8セット。発見。ここをコピーして。よし、次はこの数字を使って通信記録をあぶり出そう。メッセージの先端部分に現れるはず。発見！ガキ、PC 逆側に降りたい。あ、ちょっと待って。こっちの通信記録って、ねえ、ねえ、リバク、ちょっと。どうした？ラミアが探してる大ニュースって。そうか。じゃあ急いだ方がいい。当主様、もう何年も連絡しておりませんね。皆様お元気でしょうか。ここ数年、想像していた以上に龍脈の部分的所有権を取得できました。
何考えてるんだ。やっぱりやめよう。今離れたらエイダを傷つけてしまうだろうな。もう少し待とう。
共振機起動。共鳴開始。録音を開始する。巫女リュウメイの分析完了。音源発生地まで案内します。Thank you.
Thank you.